はい、こんにちは、ズンゾーです。今回ですね、ジャグラスジャグラー氷にやっていこう。で、1本目と2本目の動画はですね、シワドラ、ここの洗剤が属性吸収貫通だったんで、若干この付け替えるのがめんどくさいなっていう方が、いると思ったんで、今回は全部上限解放、全上限解放ですね、ってやっていこうと思ってる。で、なんとデッカーなし、デッカちゃんがなしという感じかな。だけど、式神はいるっていう、式神は必要っていう、そうね、だからデッカー、ウルトラマンコラボ今開催されてるから、デッカー持ってたらデッカー使った方がいいし、このデッカー持ってなかったら式神葵とか、使えるかなと思ってるって感じかな。で、正直なんか2本目となんか使い回し感が否めないけど、2本目のリュービーはそうね、リュービーでも良かったんだけど、ちょっと若干なんか自己要素もあったというか、あれは属性吸収貫通の編成だから結構めんどくささがあった、立ち回りめんどくささあったんで、今回はもう本当にスキルを順番に打つだけで突破できるって感じかな。で、太郎、もう太郎しかいないかな、もう正直もう攻略できるリーダーがもうグリコか太郎か、それぐらいかしかいないと思ってる。で、スキルプラスにして属性吸収貫通をつけてるけど、これ超名残ってるけど、これはもう上限解放で OK。 俺がさ、上限解放持ってないっていうか枯渇してるんだ枯渇してるからこれにつけてる。で、式神超覚醒なくてもいいです。で、非ダメージ軽減プラスを一応振ってる、これがあるおかげでいろんなダメージ耐えれるかなって思ってる、道中のダメージで。6ターンで HP 全開、属性吸収無効化。いや、このスキルがもうこれジャグラスジャグラーにぶっ刺さってるんで使っていこう。もう刺さりまくってる。で、シワドラ超消し上限解放悪魔キラーで、2体目超消し上限解放悪魔キラーで、3体目超消し上限解放悪魔キラー俺なんかロボットみたいで、ジョナサンナーキョウにして上限解放悪魔キラーで、フレンドじゃなくてバッチが HP プラスやってこう。よし、やってこう。で、まず1回ですね。1回は、ハワリアに飛んでくるんで、これ打っちゃって、で、ジョアンさんを打って、OK、ジョアンさんを打ってずらす。で、7コンボ、8、9。9コンボで OK だかな。9コンボで止まっちゃっても OK。倒せますと。で、次が2回ですね。これ打ってこう。シバドラ打ってこう。シバドラ進化させて、でずらすと、これでまあ倒せるよね、さすがに倒せる。お腹痛いで倒してで倒せます。 OK、 いいね。で、耐久してここも盤面ずらしで、で9、10、11、12、13、14で倒せますと。 OK、 倒せます。で、次3回、ここで遅延打ってこう。ここで遅延ですね。で、そうね、もうこれも貯めるだけかな。このスキル貯めてるだけなんで、めっちゃ噛んだ。で、1コンボ。バインド研ぎてもいいなって感じかな。これ打っちゃって、これは打っちゃって。で、バインド研ぐ感じでいいかな。あんまりやらんでもよかったかもしれないけど、いっか。ずらして。ここはいい塩梅で、突破していこうと思ってる。倒せます。で、次がタルタロスね。タルタルチキンっつってもギムちゃんね、ちょっとごめんなさいなんか変なボケかました。で、シボドラ打ってで、ずらす。やばい、タルタロスファンに怒られるかもしれない。で、12コンボして41000、ちょっと回復しちゃった、ごめんなさい。落ち込んできちゃったか、タイプか。こう、そう、落ち込んで回復しちゃったらあんまり参考にならなくて、あんまりさ、こう立ち回り参考にならなくなる可能性があるから、ちょっと落ち込んできてほしくないな。で、シバドラ、タロも打っちゃうか。で、ずらす。で、7、8、9、10、10コンボいって倒せますと。で、次が、ちょっと本当に近々あれかな、このスキル上げ編成、絶版丼のスキル上げ編成とかも出していけたらいいと思ってるんで、よし、もしよかったらチャンネル登録とか、どっちでもいいんだけど。で、まずこれか、
これかな、これちょっと一瞬困惑して、これ打ってでジョナサン打ってでシバドラ打ってでズラス、まあ、これで倒せるかな、これで9、12、3、4、2、3、4でで倒せます、半分かな、半分いきました。で属性吸収が効いてますと、強すぎだろ引き神葵スキルで、ずらす、これで OK かな、これで倒せますと、今一応まあデッカーなしデッカーなし編成だけど、どうなんかな、引き神葵を持ってる方が逆にいないかもしんない逆にねって感じだから、ちょっとまあなんだろう、まあ参考程度にっていうか、まあこれ組めたらまあ本当に安定する、上限解放だし、もう付け替えるのも面倒くさくないしって感じですね。いや良かった、式神、式神葵はまあ持ってる方がいたらまあ組めるし、まあ、デッカー持ってたらデッカーでもいいしって感じかな。よし終わりましょう、じゃあねー。